こんにちは、草場ひろきです。今回は偏頭痛に効果的なアロマを紹介したいと思います。偏頭痛は国民の4人の1人の割合いると言われていて、特に女性が多いようです。痛みや吐き気のため日常生活への影響が大きく、健康寿命を2年縮めると言われています。経済損失は1人当たり年間24万円と言われています。そんな偏頭痛におすすめなアロマレシピは、バジル10滴、タラゴン10滴、イランイラン10滴、キャリアオイル合計 10ml、 精油濃度でいうと 15% 濃度です。このレシピを1日数回痛む部分と、あと下腹部に適量塗布することをおすすめいたします。バジルにはいろいろ種類があるんですが、バジルトロピカル、もしくはチャビコールメチルエーテル、エストラゴールと言われる成分を多く含んでいるものになります。このバジルとタラゴンは、先ほど言いましたチャビコールメチルエーテル、エストラゴールを多く含んでいるので、どちらか1種類でも大丈夫です。このレシピで偏頭痛が収まったという声が多いんですが、中にはこんな声もいただいております。最近生理中は頭痛だけでなく、肩と腕の痛みも強く、ひどい時は腕がちぎれそうに痛くなります。このレシピ、肩にはどうかなと思って下腹部と痛む肩に塗布しました。量は6から7滴ほどです。塗ってすぐ痛みが軽くなりました。そして知らないうちに痛みが消えました。しばらく継続して様子を見てみます、というお声をいただきました。偏頭痛に限らず痛み止めに効果的なアロマ多くありますが、他にもですね、レシピを紹介いたします。ウィンターグリーン5滴、マンダリン8滴、プチグレン2滴、キャリアオイル 10ml、 精油濃度でいうと 7.5% 濃度のブレンドです。もう一つですね、マジョラム10滴、タラゴン10滴、バジル10滴、キャリアオイル合計 10ml の精油濃度は 15% 濃度のブレンドです。どれがというよりは、匂い的に自分が好むレシピを使っていただくといいと思います。キャリアオイルというのは植物油のことで、化粧品用のオリーブオイルとかホホバオイルとかスイートアーモンドオイルなどありますが、どのキャリアオイルを使っていただいても大丈夫です。小学生ぐらいのお子さんに使うときは半分ぐらいの濃度にして試してみるといいと思います。実際にお子さんに使ってみたら、悩んでた偏頭痛が収まったというお声もいただいてますので、ちょっと濃度は高いのでパッチテストをして、肌が荒れないかどうか確認して使っていただくといいと思います。ということで、今回は偏頭痛に効果的なアロマの紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。